こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、姫路城が赤く光ってます。なぜか真っ赤にライトアップされてるんですけども、まあお分かりかと思いますが、ベータのライブの後です。いや、今日のねベータのライブはとても良かったです。みんな盛り上がってくれたのもあるし、台湾も良かったね。ザ・ナチュラル・キラーズさんも、絶妙なアンバランズさんも、仲のいいね人たちばっかりでやりました。本当にね、盛り上がってたし、逆にねちょっとプレッシャー若干かかりましたけどね。いいライブを見せられるとね、それに負けてはならないとかね、こう力んでしまって失敗するみたいなね、ちょっとそういう悪いパターンがあるので、そうならないようにはねちょっと気をつけてたんですけど、まあ前半爽やかめな曲も多かったのでね、あまりテンション上げすぎずにねやりました。途中でね月光やってねバラード行きましたけど、これも後から聞いたらねすごい評判が良かったんで良かったなと思います。最後に曲はねカラオケで行きましたから盛り上がりました。ちょっと曲順だけ言っときましょうか。1曲目がダンボールの中から、まあいつものパターンです。で2曲目に、リクエストがありましたんで、まあ言っちゃいますけど、ルカさんね見に来てくれたんですけど、ルカさんがねロックスターやってくれということだったので、やりました。まあちょっといろいろ事情もあったんでね、2人の共通の、友人がねちょっと亡くなったというのもあってね、そういう話をしてる上でちょっとやろうという話になったんですけどね。それで3曲目に季節外れの花火、まあ今しかできひんかなと思ってね秋に合わせてやりました。それで、その次に、川を越えてで、月光という流れです。で月光終わって、そのまま、紅の流れ星、これもソロではねあんまりやらない感じが多いんですけどね、アコでねようやってますけどね、ソロバージョンをお届けしました。で最後2曲はハウリングといつかここで会いましょう、いつものパターンですね。カラオケといえばこの2曲みたいな感じなんですけども、もちろんハウリングみんなで歌いました。また動画ねぼちぼち上げていきますんでね、見てもらったらいいと思うんですけど、前に来てねマイクに向かって歌ってもらいましたんで、久々にね楽しかったなと思います。でいつかここで会いましょうもね、結構ねよくやってる人たちだったんでね、前に集まってくれた人たちもいつかここで会いましょう結構歌えたからね、それもすごい嬉しかったですね。まあ本当に今日も盛り上がりました。まだまだツイキャス、販売してますんでツイキャスで全編見てください。まあ日付カメラのやつもね、ツイキャスはねカメラ 4台ぐらいバンバンバンと切り替えてねかっこよく入ってます。音もね、しっかり入ってます。ちょっと日付カメラはね据え置きのビデオカメラなので、ちょっと画質とかね音とかちょっとあんまり良くないですけども、まあそんな感じで差をつけておりますので、よかったらツイキャスねまた見てください。はい、ということでね本当に今日もいいライブでした。でここの公園ももう秋でとても涼しくて気持ちいいです。いい感じですね。まあ、姫路城が赤いのはなぜなのかちょっとわかりませんが、まあこんな感じで、いつものように、ベータの後語りました。あ、そうそう、今日はね、たくさんコラボ動画撮りましたからね、いる人いる人にねちょっと撮ってくださいっていう感じでね、何個か撮りましたからね、それもお楽しみに。はい、ということで、今日はこの辺にしておきます。それではバイバイ。